東海地震、東海地震は厳密には二通りの要報があり、のどちらかを指す。東海大地震とも呼称される。両者ともマグニチュード発給と想定されている。東海地震は本来、熊野灘から駿河湾にかけて、渦、C、D、E 領域を震源域とする巨大地震、本港2の要報を指していた。しかし、1944年にその西側、 c, d 領域だけを震源域とする巨大地震が発生。後に東南海地震と呼称される。それにより空白域として残った遠州灘中部から駿河湾にかけて e 領域を震源域とする単独での巨大地震。本港1の予報の発生が警戒されるようになった経緯から現在は遠州灘中部から駿河湾にかけて e 領域のみを震源域とする。 想定東海地震、または、駿河湾地震を指す場合が多くなっている。本校でも、こちらの用法での東海地震について、主に解説している。本校1の用法におけるいわゆる、想定東海地震は、後術の通り1970年代以降、注目されるようになり、プレスリップの検知による直前予知に基づいた、予知体制が構築されるとともに、 防災運動が転されてきた。前回発生から約150年となる1990年代から2000年代にかけて複数の研究者が別の見方から発生時期が近いと予想した上、得意な地震活動、低周波地震、スロースリップなどが相次いで観測、報告されたものの発生しなかった。後日のように東海地震単独発生の例がないことからも、 近年では再び、東南海地震や南海地震と連動しての発生するとの説が見直されている。文献や地質調査により推定される歴史地震において安政東海地震など東海道での被害が著しい東海地震と称する地震はすべて本校1の用法における想定東海地震と東南海地震の震源域が同時に巨大地震を発生させたもの。 すなわち、本校2の用法と考えられていて、想定東海地震と東南海地震を分ける区方法については根拠が明確ではないとの批判がある。一方、東南海地震の震源域のみが巨大地震を発生させて、想定東海地震の震源域で長らく巨大地震が発生しなかったと考えられている時期も過去存在していることから、この区分方法を支持する見方もある。 なお、想定東海地震と東南海地震、東海道紀伊半島に加えて南海地震、紀伊半島四国もしばしば連動して発生し、さらに規模の大きな巨大地震となった例があり、今後もそのような様式で発生する場合があると考えられている。東海地震の震源域となるスルガトラフはユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界域である。 南海トラフの一部、北東端にあたる、太平洋ベルト地帯の一角、ことに、東海道ベルト地帯の中央で起こる大地震ということで、その被害は甚大な規模になると予想されるため、政府は様々な対策をとっている。1978年に大規模地震対策特別措置法を制定し、その中で静岡県下を中心とした、 地震防災対策強化地域を設定し、体積歪み系や GPS などの観測機器を集中して設置することで、世界でも例を見ない警戒宣言を軸とした短期直前予知を前提とした地震対策を取ることになる。その後20年を経過して、観測データの蓄積や技術の向上によって想定を見直すこととなり、2002年には愛知県や長野県かまで、 地震防災対策強化地域が拡大された。将来的には必ず発生する地震であるため、被害を最小限にするために、行政機関は、官民挙げた災害対策を実施している。しばしば、月日に、東海地震が発生するという風文やデマも流れる。日本付近では、東海地震の他にも東南海、南海地震の原因となる、南海トラフ、 北海道太平洋側の千島海溝、東北太平洋側の日本海溝など各所で海溝型の地震が発生するが、東海地震のみに上記のような特別な監視体制と地震対策が設定されている。これは1854年に発生した安政東海地震の震源域のうち、東南海、紀伊半島沖演習などのプレート境界では90年後の944年に、 東南海地震が発生し、プレートの歪みが解消されたが、東海地震の震源域、遠州など駿河湾のプレート境界では、地震が発生しておらず、歪みの蓄積したプレートが割れ残ったままになっているという学説が提唱されたことによる。実際、駿河湾をまたぐ測量を結果から、同地域周辺に地殻歪みのエネルギーが蓄積され続けていることが確認されている。 1969年に、モテギスミオ、当時東京大学教授が、遠州灘で大地震が発生する、可能性を指摘したのが最初だが、安政東海地震の古文書では、駿河湾の奥でも震度7の揺れがあったと推定された、ことから、遠州灘だ,だけが震源域だとすると矛盾があった。1976年には、ハトリ徳太郎、当時東大地震研究所が、 安政東海地震の津波の波源域が、駿河湾内に及んでいたことを推定した。ついで、石橋勝彦、当時東大地震研究所は、東海地震説の決定だとでも言うべき、駿河湾地震説を提唱した。安政東海地震では、駿河湾西岸で地盤の隆起があったことを突き止め、これまでの震度や津波のデータを総合すると、駿河湾の奥まで震源域が達していて、 1707年の宝永地震でも同様に駿河湾王までが震源域だったとし断層モデルも提唱した。再び東海地震が発生すれば静岡県を中心とする地域が壊滅的な被害を受け日本の大動脈である東海道新幹線や東海道本線、国道1号線それに東名高速道路が寸断されるなど多大な影響が出るとて 速急な災害対策や地震予知体制の確立を訴えた。前述のように観測網の整備が進んでいるため、事前の予知が可能なほぼ唯一の地震とされていたが、他の地域でも観測網の整備が進んだことで、プレスリップをはじめ様々な地震戦具現を捉えることが可能となり、研究者の間では、東海地震だけが事前予知可能という見方はほとんどされなくなった。 他方、事前の予知が可能といっても、必ずしも事前に予知できるとは限らない。地震の基本的メカニズムが十分に解明されていない。現状では、予知が可能なのは、プレスリップが生じた場合に限れるというのが大多数の研究者の認めるところである。プレスリップが生じない場合、または、それが微弱で、検出できずに予知に失敗する、可能性、現象の進展が、 あまりに急激で警戒宣言が間に合わない、脳性もある。2011年3月に発生した、想定東海地震を上回る規模の東北地方、太平洋沖地震、MW9.0 で、プレスリップが検出できなかったことについて、地震予知連絡会の島崎国彦会長は、プレートの状況が否、今回の結果で、東海地震の予知ができないということにはならないとしている。 余地できることを前提にするのではなく、余地なしで地震が発生することも想定して、対策を練るべきであるといった意見は、近年強まりつつある。特に政府や行政に対して、地震予知に莫大な予算を使うよりも、耐震化などの防災分野に予算を使うべきといった、厳しい意見もある。また、東海地震にわかり、世間の関心が集まったため、他地域で起こりうる大地震への関心が、 相対的に低くなり、防災予算が静岡県に集中的に配分されてきたことに対する批判もある。前述の東北地方太平洋沖地震を受けて南海トラフで想定される巨大地震の規模や被害想定の見直しが進められている。2011年12月に発表された中央防災会議の南海トラフの巨大地震モデル見解の中間取りまとめでは 南海トラフで起きると想定される三連動型、巨大地震の最大規模として、海溝麻布の大きな滑りと、海溝深部に達する滑りが加味されて、震源域が従来のほぼ2倍に拡大され、暫定値として MW9.0 が示された。これら検討会を踏まえ、2013年、平成25年5月24日に、南海トラフの地震活動の長期評価、 第2版が公表された。駿河湾だけ単独で東海地震が発生した過去の記録はないため、21世紀半ばから後半頃に発生すると予測されている次の東南海、南海地震と連動して起きるのではないかとの説は1970年代から、あた。1976年8月23日の第34回地震予知連絡会会合で浅田里氏、 当時東京大学教授は部会各委員によると、駿河湾は独立で地震は起こさないという意見もあり、そうだとすると次の地震は100年後かもしれない。10年以内に地震が起こるか100年後かを今のところ地球物理学的には決定できないと報告していた。石橋が一般向けの説明に使っていたのは53枚のカードを3年に1枚の割合で41枚まで。 めくったが、まだジョーカー、大地震が出ていない。残りは十二枚しかないから、次に出ても少しも驚くには当たらないが、最後まで出ないこともあり得るというトランプの例えだった。また、1994年に著者の中で、東海地震が、来世紀カばゴラの次の南海地震まで持ち越される、可能性を完全に否定することはできない。それを見極める、成功法は、 震源断層面上で破壊強度と応力レベルの分布を正確に知ることだが、それは不可能であると記した。このように南海トラフ沿いの巨大地震の中で、東海地震だけが明日にも単独で発生する可能性は否定できないということで対策が進められてきた。その後、東海地震説が発表され、明日起きても不思議ではないという言葉が、 マスコミで強調されてから30年以上が経過しても、次の東海地震は発生しなかった。東海地震は、幻の地震。明日起きたら、不思議だと学者によって皮肉られることもあった。静岡新聞2006年3月27日付掲載のインタビュー、東海地震説に、間違いの中で、石橋は、1976年時点における、 東海地震の切迫性が過大評価だったことを認めた。ただし、これは東海地震の発生の細かいメカニズムと発生時期の予測、特に1940年代に東海地震だけ発生しなかったので、東海地震はいつ発生してもおかしくないはずという理論についての未死である。この静岡新聞の記事は東海地震説そのものが間違いだったと誤解され、 金ないような見出しだったため、直後に石橋は自身のホームページを通じて、この記事は私の見解をまさしく伝えるものではありません。不正確な内容、センセーショナルな見出し、大きなスペース、掲載位置によって私の本意とかけ離れた記事になっています。それは、東海自身は当分、または永久に起こらないのかとか、これまでの対策は無駄だったのかというような誤解を、 引き起こし、東海地震に備える、行政、民間、個人、研究者、専門家の努力に水を差しかねないものです。東海地震の切迫性は依然として否定できず、これまでの取り組みは、今後も一貫して続けていくべきものですから、この記事は、誤報とさえ言えますとコメントした。その上で、1976年時点での解釈が、結果的に間違っていたことは明白です。 この点を私は認めますが、むしろ認めるまでもないことです。30年前に発生時期の予測が困難なのに、東海地震の切迫性を強調したのは不適切ではないかという批判があるかもしれません。しかし、阪神・淡路大震災を思えばわかるように、大自然の理解がまだ極めて不十分な私たちにとっては、限られた知識で危険性が考えられれば、 それを共有して備えるべきだ、観測、調査、県の強化も含むというのが私の持論です。30年間地震が起こらなかったというのは、結果論であり、幸運だったというべきでしょうと書いている。最近では、21世紀半ばから後半に発生すると言われている、次の東南海、南海地震と、ほぼ同時に発生するのではないかとの見方が強まっているが、 一方で、東海地震だけが単独で明日にも発生しないとは、現在の研究水準では断言できない。文部科学省の地震調査研究推進本部は、2011年の時点では、今後30年以内の地震発生確率を87%としていた、この数字の前提として、以下のような注釈をつけていた。地震調査研究推進本部は、その後、 東日本大震災の経験や過去の南海トラフ巨大地震についての研究結果などを踏まえ、2013年5月に新たな長期評価を発表した。その上で南海トラフ全域をまとめて評価し、今後30年以内にマグニチュード8から9クラスの地震が発生する確率は60から70%としている。歴史上の東海地震の名称には、 現在の東南海地震の震源域が含まれることに注意する必要がある。現在では法律上もマスコミ報道上も東海地震が独立した地震で東南海、南海地震がセットの地震のように扱われている。しかし地震学的には駿河湾で発生する東海、愛知県沖から三重県沖で発生する東南海、潮の三沖から四国沖で発生する 南海という3区分を行った上で、後者2つの地震は単独で起こる場合もあるが、東海、東南海が同時に起こったり、3つが同時に起こったりすることもあるとしている。また、これとは全く異なるパターンで地震が発生する可能性も少なからずあるとされる。慶長地震以降はグレゴリオ歴、明王地震以前はユリウス歴、括弧内はグレゴリオ歴。 マグニチュードは、宇佐美、2003による推定値、昭和地震は気象庁による値である。ただ、古い時代のものは断片的な記録しか存在せず、精度も低く、またいずれもモーメントマグニチュードではない。下記の地震は、東南海の震源域で発生したとされる地震であり、東海地震の周期に数えられていない。下記の地震は、 東海地震の震源域を含む南海トラフ巨大地震と推定されるも異論が出されている。東海地震の予知の可能性の根拠は、1944年東南海地震直前において今村秋爪の要請に基づいて行われた測量中に通常では考えられない誤差が発生し、誤差は本震前からわずかな断層の滑りが生じたとするプレスリップによるものとの推定である。 水準点の測量により、地震の起きていない間、普段から掛川市を基準にお前崎は4の5ミリメートル、年ずつ沈降を続けていることが示されているが、本震の直前に沈降速度が減少し逆に隆起に転ずる可能性があり、予知につながる可能性があるとするものである。気象庁により、掛川からお前崎付近を中心に、東海地域各所に、 体積歪み系が設置され、24時間体制の監視が行われている。しかしながら前兆現象とされるプレスリップが必ずしも事前に捉えることが可能とは限らず、また、東海地震の発生の日が近づいたかを判断する材料も依然不明な点が多く、必ずしも予知が可能とは言い難いとされる。地震防災対策強化地域とは、 大規模地震対策特別措置法による警戒が必要な地域で次の条件のどちらかを満たしている市町村を指す強化地域の市町村は警戒宣言が交付されると原則として次のような処置を行う強化地域内の市町村については次の資料を参照のこと原子力発電所では常日の強化地域内に唯一 中部電力の浜岡原子力発電所が存在するが、震災発生時の運転中止規定は存在しない。同原発では、以前から耐震性論議が続いているが、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震、東日本大震災による福島第一原発の事故を受けて、震災発生時の安全性に関する議論は、さらに活発になってきている。 同年5月6日、当時の内閣総理大臣、菅直人は安全性確保の見通しが立つまで、浜岡原子力発電所における全原子炉の運転を停止されることを中部電力に要請した。これに対して、中部電力は稼働中の4号機を5月13日に、5号機を5月14日に停止し、同原発における全原子炉の運転を停止させた。 定期検査のため停止中だった3号機についても、当面の間、運転再開を見送る方針である。2017年9月に、東海地震について、予知を前提とした情報の提供の取りやめが、検討されていることが報道された。1979年に、中央防災会議が示した、想定震源域は、静岡県富士市付近から、西に、約50キロメートル、 そこから南南西に約1 0 0トル、東に約5 0トル、北北東に約1 0 0トルとたどって作られる平行四辺型を範囲する地域であった。地震学者の間では、山梨県南部超大井川中流掛川市、浜松市海岸部浜名湖南方近海浜名湖、南方沖約8 0トル、そこから大きく南東にこを描きながら、 再び南部町付近まで立って作られるナスビ型の範囲としている。2001年に中央防災会議は想定震源域を見直し、地震学者の間で言われている震源域にほぼ重なる長方形の地域を震源域とした。いずれもスルガトラフから北に行くに従って深くなるプレートの境界面が震源域であり、一部では陸地の直下に震源域がある。 2010年に地震調査研究推進本部は、藤川川口断層帯が、駿河トラフでの海口型地震と連動、同時に活動すると推定し、想定東海地震との連動の可能性があると発表した。断層帯での地震発生確率は、今後30年で10から18%、連動した場合の規模は M8.0 と推定されている。 1854年の安西東海地震では、川口域にて土地の隆起が記録されているが、断層体そのものには変化は確認されていない。2003年に東海地震対策専門調査会が報告した被害想定によれば、冬の午前5時に M8、最大震度7の東海地震が発生した場合、死者は最大1万人。 冬の午後6時に発生した場合火災による被害は25万に及ぶと推定されている。M8 規模となると考えられているため、静岡県、愛知県、山梨県、岐阜県、三重県などで最大震度6強以上となることが予想され、揺れによる被害は比較的広範囲に及ぶと考えられている。また、揺れによる建物の倒壊などはもちろんのこと、 埋め立て地の液状化現象、堤防の損傷や液状化による低地への影響、東海道新幹線や東名高速道路などの機関交通網への影響などが起こる可能性のある被害と考えられている。そのため JR 東海では東海道新幹線のバイパス線となるリニア中央新幹線の2027年開業実現に向けて調査、調整を行っている。 一方、地震による長周期地震動が関東や関西といったやや離れた地域の高層建築物内において大きな被害をもたらす可能性が指摘されている。東海地震のような大災害に備えて消防は5万1600人規模の緊急消防援助隊、警察は4700人規模の広域緊急援助隊を結成している。東京消防庁は 震源地や震度で東海地震と判断されれば消防救助機動部隊通称ハイパーレスキューを神奈川県と千葉県南部沿岸に急行させることとしている。二千五年六月十日十一日に静岡県において二千人規模で緊急消防援助隊が大規模救助訓練を行いその訓練の中で遠方から援助に来る際の給油にかなり手間取ったことが問題視され 消防車の燃料タンクの容量を3から4倍に増やすか、飛行機の空中給油のように高速道路を走行中でも給油可能なシステムを立ち上げるか議論されている。2009年に総務省消防庁は緊急消防援助隊の広報支援体制の強化することを決め給油の問題に対しては、政令指定都市の消防局や東京消防庁に燃料補給車を配備した。 この燃料補給車は2011年3月の東北地方太平洋沖地震では緊急消防援助隊として現地に派遣された。なお、東北地方太平洋沖地震では震災の影響で日本全国で一時ガソリンが入りにくい状況とナリボーや警察など現地に支援に向かった機関の車両も給油が難しい状態となっていた。のような想定東海地震の3倍の 地殻変動を伴う超東海地震が千年周期で発生する可能性が指摘されている。産業技術総合研究所活断層研究センター及び北海道大学の研究グループいった浜岡原子力発電所付近のボーリング調査の結果から推定されたもので、このような地震は少なくとも過去5000年間に3回起きており2400年。 前の地震の後にも年代は特定できないが、同様の芯がもう一度あったと見られている。ただし、お前崎における大規模な隆起は、プレート境界のメガスラストではなく、プレート内の断層活動による可能性が高いと推定されている。室戸岬における大規模な海水断球の生成についても、同様にプレート内の分岐断層によるものとされている。 2011年8月12日、遠州灘、北伊34.4度、東京138.2度を震源とする M5.2 最大震度2の地震が発生した。気象庁は、地震発生当初は、震源の深さは 14km 以下で、プレート境界、または境界付近のプレート内にて発生し、想定東海地震と同様のメカニズムで発生した。 可能性が高いと発表し、その後震源深さは 15km で、プレート境界に近いフィリピン海、プレート内部で起きた可能性が高いと修正した。発信機構は、どちらのの発表でも、フィリピン海プレートの沈み込み方向と同じ、北西、南東方向に圧力軸を持ち逆断層型とされている。防災科学技術研究所は、断層面の傾きが、 プレートの沈み込みの角度と違うことから、プレート境界型地震ではなく、東海地震とは異なるとの見解を発表した。想定東海地震の震源域の中でも、遠州灘付近における M5 クラスの地震の発生は、1997年10月11日のプレート内の地震以来で、プレート境界付近での同程度の規模の地震は、珍しいことであった。 東海地域の陸地に設置されている歪み系には地震発生後も異常が見られないことなどから気象庁は今後注視していく必要はあるが直ちに東海地震に結びつくものではないとしている2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震による誘発地震が頻発する中東海地震への影響が懸念されている過去の歴史を見てみると M8 クラスの三陸沖地震はたびたび観測されているものの直後に東海地震が起こったという記録は存在しない時期が一番近い例でも上岸地震869年の後に発生した忍賀地震887年の例であり約18年間の月日が経過しているこれが誘発されたものかどうかは不明であるなおプレートテクトニクスの観点からは 東海地震は常日のように、ユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界域、スルガトラフにおける海溝型地震であるが、東北地方太平洋沖地震は北アメリカプレートと太平洋プレートの境界域、日本海溝における海溝型地震であり、境界となるプレートがそれぞれ異なる。ただし、別の場所でフィリピン海プレートに太平洋プレートが沈み込んでいるほか、北米プレートには、 フィリピン海プレートやユーラシアプレートも沈み込んでおり、M 級クラスの超巨大地震によるプレート間の歪みの解放や地殻変動が他のプレートにどう影響を与えるかも不明である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。